リューム触るんじゃねえよ。俺が。あけみを誘って地元の中学の先輩のアパートに遊びに行った。圭一はこの春中学を卒業後塗装工を目指したが、仕事の合間にアンパンを食べ過ぎて口の周りをあんこだらけにしてクビになり、今は実家のパチンコ屋を手伝っている。あけみは小学校5年ぐらいから髪の毛をオキシフルで脱色し、ランドセルを潰してブレるが、とりあえず最近は17歳の誕生日を前に、私もそんなに若くないし落ち着かないとと美容学校に通い出した。アケミはこれ、パラダパラパラ、アケミはこれ、パラダパラパラ。アケイチゲイチ、ごめん待った、ごめんね。ジュンコ先輩から電話あってさ、カンパしてくれって言うの。まあだから私お金ないから、いい病院紹介してあげたのよ。ほら、あのケイチについてってもらった病院、あれ個人についてってもらった病院、違うわ、ヒロシ、あれ、ノブヒトだったからしな。まあ、そんなことはいいじゃねえか。パララパ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 ラ、このお前、ロールのお前、紫の SGX に乗れよ。それからほら、アカミ今日、紫のタイプスカートとカーディガンがまぶいぜ。そんなことないわよ。それからキャバレーサンダルがヤガに突っかかっちゃっていいぜ。ベースのいっぱいついたバッグを小脇に抱えてるなんて業界長いね。何言ってね、ケイチだってそれ。